こんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、湘南美容クリニックスキンラボの進捗報告をさせていただきます。6月24日にですね、湘南美容クリニックスキンラボ新宿というのがですね、オープンしましたということで、その会員をお知らせするあの YouTube 動画もありますので、ぜひ再度見直していただけると嬉しいんですが、そんなラボができまして約2ヶ月経ちまして、どんな状況かっていうところを皆さんにお知らせをしたいと思っております。まずどんな治療が今メニューとして扱っているかということを振り返ります。まず医療脱毛ですね。これがまあ何回やってどれぐらい毛が減るかということをもう事細かにデータを取らせていただいてます。もういろんな角度から写真撮ったり、あの特殊な機械を使ってですね、こう毛穴をこう拡大して毛の発毛の状態を数値化したりっていうのをさせていただいております。2個目がですね、クルス化。これもですね、まあ、医療送信の機械として、国内承認機ですから非常にまあ人気があります。広告も今絶賛いろいろとうちも打ってますけども、この機械を実際に例えばカーとか足とかいろんなパーツにつけてどれぐらい皮下脂肪が減るかというパーセントを取っていたり、あとは安全性、まあ、術後の例えば赤みとか痛みとかしびれとかそういったのがどれぐらい続いたかとかっていうような、そこのダウンタイムの経過も含めて事細かにデータを取っております。この2つがですね、特に非常に今ラボで人気なようでして、予約は結構たくさんいただいてるんですね。で、あのちょっと注意点としてはですね、クルス化はほとんどの方が適用なんです。よっぽどすっごく脂肪がつかめないとか、あなたこれは脂肪じゃないです、筋肉です、皮膚ですみたいな時はご案内できないです。こう持病があるとかそういったこうあの注意事項に当てはまる方は当然ご案内させていただけないんですが、だいたい見てると8割9割の方はラボにご覧いただいてきちんと治療をご契約いただけるという状況になっているんですけど、ちょっと残念なことにですね、脱毛がとっても人気いただいて、まあ、あの割引率も安い、あの結構安いのでね、予約バーッと一瞬にして埋まったんですよ。もうびっくり、1日で500件ぐらい問い合わせあってみたいな感じだったんですけど、もう脱毛ね20回とかやってる方でももともと毛がないっていう方は、正直もう毛がゼロのところとかも本当にちょっとチロチロってたまに剃るんですぐらいの方だと減毛率が取れなかったりするので、そこでねご案内がちょっと難しいかなっていう時があったりします。あとね、うちめちゃくちゃ厳しいんですよ。厳密にデータを取ってるので、例えばラボに行って、まあ、脱毛じゃあ例えば6回を契約していただく、結構安いんですよ。お安いんですけども、その代わり脱毛でうちモニターサロンしていただいてる間は他のレーザー治療はやめてくださいとか、日焼けをなるべくしないでくださいねとか、結構注意情報がいっぱいあってですね、ここやっぱり守れなさそうという方はお断りさせていただく必要があったりするので、ちょっとこの辺はいただいてモニター審査がうまくはまればいいんですけど、はまらないことも見てると約半分弱ぐらいの方は来ていただいてもすぐその被傷者とか後日傷者のご予約っていうのがお取りいただけないかなという状況なので、あのそこはね ご理解いただければなと思っている次第です。あと他にですね、当院でシミ系の治療もいくつかあるので、それもラボでやってます。シミ取りレーザー10とかピコトーニックとかピコフラクショナルですね。この辺もですね結構厳密にデータを取っていて、例えばピコトーニングやっている方でね、あのその間に例えば他の何かこう光治療を受けたりとかするとトーニングの効果なのか光治療なのか分かんなくなっちゃったり、あるいはピーリングとか、あるいはこうヒアルロン酸とかそういった全然レーザーじゃない類の施術でもそれによってこう肌の張り感とかが変わっちゃうことがあるので、そういう治療をやはりこう定期的にモニター期間中に受けたいって方はご案内が難しかったりするんですね。だからこの辺りもちょっとあの来ていただいて審査がうまくはまらないっていう場合もあるのでご了承いただければと思うんですけど、まあとはいえ毎回こうデータをしっかりと取って、そしてまあ比較的うちの中でもかなり破格の値段で受けていただけるっていうのは、あのお互いにとっていい面もあるかなと思いますので、ぜひご協力いただける方はご予約をいただければと思います。
います。ラボはですね、例えばピコフラクショナルとかは通常の本体の我々のクリニックでやってるマニュアルよりもちょっとアグレッシブ、強くレーザー当てるマニュアルのメニューとかもやってたりするんですよ。要はうちの本体だとなかなかこうダウンタイムだとかお客様からの痛みとか、あとは施術後のこう合併症が起きるリスクとかをこう底面にかけてあんまりがっつり当てられてなかったりする部分も正直あって、でも巷のクリニックさんだとピコフラクションってもう顔がもう出血するぐらいもうガンガンに当てて、1週間ぐらい顔腫れてもいいからもうガンガンに効かすみたいなメニューを同じピコフラクショナルというメニュー名でやってるとこもあったりするので、まあその辺がうちでどういうメニューの位置づけでやると一番まあ効果とリスク、そしてまあダウンタイムのバランスがいいかっていうのを見極めさせていただくために、通常の湘南美容クリニックよりも結構しっかりと照射をさせていただくメニューもあったりします。この辺がちょっとラボが面白いところで、一個一個の治療のプロトコルは毎回毎回毎月毎月私も施術をするスタッフとミーティングをしながら、ブラッシュアップしているような状況でもありますので、ぜひこの動画を見てくださってる、もし治療に対してマニアックな、レーザーに対してマニアックなお客様がいらっしゃった場合にも安心して受けていただけると思いますし、あるいはもう本当に初めて美容皮膚科の施術なんか初めてだからちょっとでも安く受けてみたいわという方にとってもとてもいい環境かなと思っております。モニター様みたいな感じってことですよね。そうなんです。顔も全部出る。そうですね、施術によるんですけど、例えば目隠しなんかはさせていただけるものも当然ありますし、あとボディとかは顔まで取らないものもあったりするので、この辺の詳細はまたちょっと随時クリニックで確認をいただいた方がよろしいかなと思います。ラボを会員したての時は会員キャンペーンとかっていう言い方をしてちょっとこう施術の費用を結構安くしてたんですけど、今後ですねラボはですねメニューが1回通常の湘南美容クリニックの店舗と同じ金額をまずいただいて、できちんとモニター様を完了できた方にポイントでキャッシュバックしますというようなメニューもやっていきます。メニューによってはこのポイント還元がですね 40% 還元っていうメニューもあります。脱毛の治療とかは4割還元っていうのもあったりしますし、あと顔のシミ取り系とかクルスカのようなボディの治療も 30% ポイント還元っていうものもあったりするので、モニター様としてご協力最後までいただけた方にはきちんとこちらとして還元するっていうようなメニューでご紹介をさせていただいております。ということで今、ラボで絶賛いろいろとデータを取らせていただきながら、当院の治療の攻めと守りのこのバランスの判断っていうのを、するためにもさせていただいてるんですけど、でも絶対これがね中長期的には皆様に湘南の皮膚科はねお手軽価格で効果もいいしすごく安全にやってくれていいわよねと言われる世界一の美容クリニックを目指しておりますので、引き続きご協力いただければと思っております。で今日も実際若返り YouTube チャンネルありがとうございました。